はいはいはい、最近やっぱつくづく思うことがあってね。何ですか、やっぱあのお金って大事やなと。これもう動画やね、これはね。もうお金はそれはもう一番大切と言っていいでしょうね、はっきり言ってね。まあどんな綺麗事並べてもね、やっぱり世の中金ですわ、うん、そうなんですよ ね、ただね、まあそれだけではないっていう一面もあったりするやん。まあ、ただの髪切りやけどね、あんなもんね。あんなもんね、あんまりあれにこだわりすぎるとね、人生狂いますよ、あんなもんはね。で、お金なんてね、はっきり言って全くね、ない方がいいんですよ、はっきり言ってね。いやいや、まあね。ただ、ある程度はないと困ったりするやん。生活的にもね。どう考えても。生活あっての人間やからね、これね。やっぱね、お金はね、むしろ生活のお金がいるからね。むしろ日頃からもう貯めて貯めて、貯金貯金、これが一番大切よ。まあでも我々貯金するほどもらってないんですよね。その日暮らしやからね。もうそんなもんですよ、我々ね。できなかったです。それはもう貯めろどころでへんからね。むしろもう使う分もないからね、こんなもんな。そう考えるとね、我々はもうこの日本の経済に何一つ貢献してへんやな。まあでもね、税金は払ってますから。義務は果たしてるよ。義務果たしてます。俺は胸を張っているよ。胸張っていいよ、でもね、見えんところでね、相当貢献してるんですよ、僕らみたいなもん。でもまあでも額は少ないけどね。ビビったらこないね、お前。些細なものさ、ね、ワーキングプアやからね、我々はこんなもんは。で、だからもう額が知れてるから、どないしょうもないわね。でもね、これだけは言わせてほしいんやけどね。何を？俺なんかね、税金は滞納したことが一切ないんですから。いっぱいあれ、これはね、これはもう納税者の鏡やぞ、お前ね。まあ消費税やけどね。滞納しようがないね。まあまあ、必ず徴収されますから、その場でね、うん、あれはだからまあ払う額も知れてるからね、やっぱその金がないとね、もう人生どないもならんわ、まあ、はっきり言って金がないと何にもできないでしょ。何にもできない。ただやっぱ金がないことをやっぱりね、そのないない言ったってしょうがないんですよ、うん、前向きにいかないとやっぱりね、それは下向いてたらやっぱなんか、うん、だからはっきり言ってね、ないものはね、作り出したったらいいと思う。ないものは作るしかない。それしかない。それは世の中の真理やね、うん、確かにね、お金をね、作り出してね、自分で作って量産してね、はい、おいで金持ちになったらええねん、女もね。でもこれ実際に作ってしまうと、これ犯罪になってますよね。偽札か、これは。ね、偽札やもんね。それはこれ気をつけた方がいいや。やっぱり、ね、そういうなんか犯罪になるようなことをね、偽札なんか罪重いから、それ犯罪行為は絶対したらあかんのよね。でもバレなきゃいいけどね、世の中そういうもんやね。バレんかったら何でもありやん、女もね。それバレんとね、世の中陰で悪いことしてね、栄養もしないやついっぱいいるんですよね。だから僕らもね、そっち側に行ったらええの、女はね。でもね、結局悪いことってバレてしまうんです。神様見てるよ。どうしたんですか、必ずね。だからね、結局 ね、そう、悪事やってるとね、必ずどっかでね、神様が見ててバレて、ほいで罰が当たるようになってんのよ。でもね、俺、神様って案外許してくれそうな気もするんだよ。心広いからね、神様。心広いね、もう何でもね、目くじら立てるやつ神様ちゃうよ、そんなやつがおったらね。多少のね、悪さ許してくれ、これが神様やからね。でも実際神様っていないからね。会ったことないもんね。結構出かけるけどね、一回も会ったことありませんよ。もう東京都内ほとんど回ってますけど、一回見たもんね、おらへんなんのはね。でも、もしいないんだとしたらさ、これ作り出したったらええと思うよな。ないものは作るしかないよ。もう世の中その真理やから、それがね、神様を自分がね、心の中に作って、それを信じて、信じて、この盲信して、信じ込めば人生バラ色やん、女も。でもそういうやつってうさんくさかったりするよね。もうカルトやからね、これね。オカルトや、これあるとね。もう宗教みたいになってまうからな。でもね、やっぱ信じるものがあるってことは素晴らしいことだったりする。救われるからね。やっぱね、何でも信じとか救われるからね、自分で作り出してね、信じ込んだらええのよね。でもそういうやつって、あのお金一切持ってないイメージあるよな。お布施払ってるからね、そういうやつ。かなり取られるからね、すっからかんだりするね。根こそぎ資産持っていかれてまうからね。だからそういうやつになったらあかんわな。まあだからやっぱり、ね、同じ神やったら、あの俺お金の方信じようと思う。まあ、ごちそうさん、どうもありがとうございました。